さあ、ここからは準決勝に突入いたします。第1試合は N 校 VS KO でございます。よろしくお願いします。対戦に挑む N 高校今本くんはしっかりとした形式に落とし込む、この作業が難しいので、その今まで取られた時間をそこをさらに効率化できますよねっていう話なので、山本さん結構ポーカーフェイスなんですけど、急所全部取られてたんですよね。なるほど、フルなっちゃいました。山本くんの勝利。ポーカーフェイスの冷静さを武器に1回戦を突破。判断能力がないって言ってるだけじゃなくて、対する KO の黒沢くんは昔の知識をもとに判断されちゃってるから、とこう先を予測できない人たちがそのあまり上に居続けるのってあんま良くないんじゃないかなって個人的に思ってて、黒沢くんが余裕が見えたんですよ。で、余裕から出る説得力みたいなもの、理解力の高さみたいなものをこう感じさせるんですよね。KO 高校の勝利でございます。説得力と理解力の高さが持ち味。戦いに勝利し決勝戦に進むのはどちらの高校なのか。さあ、N校の山本君、はい、ここまでいろんな試合見てきたと思いますけど、はい、客観的に見てどうでしたか。いや、なんかいろんな個性がそれめっちゃ出てる感じがして、あ、いろんなディベートにも戦い方があるんだなって。実は僕もディベート初めてで。そうなんですか。はい、やったことなくて、実はあのこんなしっかりとしたものは、うん、なんですごい勉強になりました。おお、KO の黒沢君、ここまで見ていかがだったんでしょうか。本当に面白いなと思って。やっぱり反応が結構人によってやっぱ違うっていうのは事実だと思うんで、はい、あのまあ本当にあの噛み合わせたいい議論ができたらなって。それじゃあ参りましょう。準決勝第1試合、テーマはこちらです。都会に住むなら分譲より賃貸にすべきか。このテーマ聞いて山本君いかがでしょうか。うちは結構田舎の方に住んでて、一応マイホームなんですけども、はい、うん、そのまあなんか都会で住むならこういう感じなのかなみたいな結構イメージもしながらやってたので、ある程度自信はあります。自信ある。慶応の黒沢君は、まあ、いいところ悪いところ多分両方あると思うんで、はい、そういうのをなんかあの、まあ、場合分けしてこう絞ってあの喋れたらなって思ったりします。ちなみにどっちがいいところありますか。あのうち引っ越したりとか他のところあの旅行行ったりとかっていうのをしたりするんで、うん、あのそういうので言うとあの賃貸とかでもまあいいのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、うん、まあ、でも文庁の人も結構知り合いとか友達がいっぱいいて、うん、まあ、本当にどっちでもいいって。あ、肯定でも否定でもどちらでもいい。お、いや、すごいよね、そこは。黒沢君は、はい、あの一流シェフとか食材並べてどれでもいけんだけどなってもう余裕ですからね、はいはいはい、もうレシピガンガン頭の中回ってるはずなんですよ。つどつど美味しいもん作りますよって。それなんですよ、それなんですよ。そういうことですか、黒沢君。いや、違いますね。あ、違う。古舘さんによくお前違うって言えるな。さすがだね、忖度しないね。いいですよ。そして抽選の結果、 N 高校今本くんが分譲派の否定側、 KO 黒沢くんが賃貸派の肯定側でディベート開始。まずは肯定派の立論、90秒黒沢くんスタート。簡単に言うと、都会に住む人がどういう人かっていうのを分析してから、それに合ったものとして賃貸をお勧めします。分析は1点、都会に住む人のほとんどが何かしらの理由で定住することが難しい状況にいます。実際都会の代表格である東京都23区では定住に成功している人ってのはごく一部です。以下は東京都が東京都23区民に実施した調査を参考にした記事、ダイヤモンドナイン2012。生まれてから一度も引っ越しをしたことがない究極の定住者ではあるが、東京都23区に住む20歳以上の人の中に 5% しかいない。少しハードルを下げて20年以上現在の場所に住み続けている人は 36% 中落。住み続けたいとは思ってもそう簡単ではないのが現実のような終わり。よって都会に住む人で長期間定住する人ってのは少数だって分かります。理由は様々だと思います。転勤だったりとか、ライフスタイルの変化、実家の事情とか、のどかな郊外で過ごしたいみたいな意見もあると思います。こういった事情は住み続けたいとは当初思っていても数年経ってから後からどんどん出てくるものだと思います。以上の分析を踏まえて、私は都会に住む人に関しては賃貸を勧めます。当初は都会に定住するつもりで分譲とかを購入したとしても、数年後、十数年後に転勤が決まってしまったり、見慣れた喧騒から離れたくなったりとか、実家の状態が急変してやむを得ず引き払うことってのは特にあるでしょう。そういった場合に資産化とか 4、50年後の長期的には安く住むみたいな分譲のメリットってのは発生しません。むしろお金をドブにする行為だと思います。なのであれば、自分のライフスタイルだったりとか貯金だったりとかお財布事情、仕事に合わせたような賃貸に住んでいて柔軟に対応しつつ、老後や趣味のためにもお金を節約する方がいいんじゃないかなというふうに思います。終了でございます。それでは否定派の質疑でございます。60秒スタート。はい、よろしくお願いします。
ということでさっきちょっと発言で気になるところがあったんですけど、はい、その例えば、1回住みましたと分譲 でその後と、郊外に引っ越したとなるとその、物件というのはその、お金をゴミにしているようなドブでしたっけドブかドブにしているようなものだって言ってたんですけどそれにお間違いないですか認識として、合ってるんですけどこれねもうちょっと多分説明が必要だと思ってて実際確かに資産運用みたいな面って多分あると思うんですよあの引っ越す時に売却するみたいなあれですねただ今の都会の事情ってドーナツ化現象みたいな感じであの都会よりも外側に人が住むようになっちゃってるせいで都会の価値って結構下がってる傾向に全体としてあってあんまりこう入った時から高くなるみたいな例って結構少ないんですよなんで基本的にはお金がもったいなくなっちゃうというのが多いと思いますあなるほど、ちなみになんですけどその政令指定都市っていうのが大体その都会の、イメージなのかなと思うんですけど政令指定都市っていうのは大体その20年間でどこも大体地価が上がっていますし東京においても実際地価っていうのは上がっていますしそういうものを足し出してみたりとかそういった形で運用って全然できると思うんですけど本当にそれって今回って分あ、終了でございます。続いて否定派の N 校の岩本くん立論90秒スタート。はい、よろしくお願いします。というわけで、僕は分譲派なんですけども、まあ、明らかに一つのメリットとして資産において有用な、運用ができるんじゃないかなというふうに考えています。実際その先ほども言った通りその政令指定都市において土地の価格っていうのは全然上昇していましてその都市に先ほどドーナツかって言ってましたけど僕的にはむしろその都市に一極型に集中してきてるんではないかなというふうに考えていましてでそうなるとその住宅の、需要っていうのはこう、急増するのって絶対にそれはもう必然ですしそうなってくると資産運用として活用するのも結構賢いものなんじゃないかなというふうに考えています。さらに若い頃っていうのは頻繁にその引っ越すことも全然可能ですけどじゃあ例えば都会で、老人になるまで住んでいましたとってなった時に賃貸だとその身元保証人定年後とかは求められることもあってそこに、住み続けるのが難しくなってしまう可能性もあるんですね。老後のことを考えるとマイホームの方がよくありませんかっていうところでその例えばその資産、お金に関してなんですけどもじゃあ先ほどまあ定住する人は少ないとは言ってたんですけど実際いる人は いると思うんですよ。で住み続けたいっていう人でその例えば1人、毎月10万円のアパートがあったとします。でそれに1人で住んでいてじゃあ、60年間住んでいたとしますってなるとその費用というのは1億4400万円というふうになるんですけどマイホームで、東京においての取得価格というのは5000万円で、都市計画税とか、固定資産税を考えても明らかにマイホームの方が経済的と言えるのではないでしょうかというふうに考えております。以上です。はい、終了でございます。それに対して、肯定派の質疑スタート。よろしくお願いします。お願いします。今回の論題って都会に住むならだと思うんで都会に住んでる人がどういう行動を取ってるのかってちょっと聞いていきたいんですけど最後の方に60年だと、1億いくらの被害じゃないわ損失が出ちゃって、なんかあの費用がかかるみたいな話だと思うんですけど60年ぐらいその都会に住み続けてる人ってどんぐらいいるんですか。まあ、先ほど言ってたその 5% っていう話なんですけど、はい、でも例えばその普通に考えてみてじゃあ賃貸で持っているとしましょう。で仮に住むことが難しくなった田舎に引っ越さないといけない。でもそうなるとそれがその邪魔というかそのお金がもったいないからっていうふうにおっしゃってましたよね。でも先ほど言ったように貸し出す売却するっていうふうに地価は実際上がっていってますし、はい、じゃあそれについてすみません聞いていきたいんですけど、はい、資産運用するとなんか利益が出るって話って本当なんですかね。あ、はい、もちろんそれは本当。じゃあなんでみんなやんないですかね。は、当然ながら、その、まあ、普通に住み続けてるっていうのが一つで、それと、最近 その建築物においてはその木造物が多いっていうのがあってなかなか資産運用がでも今もし仮に住んでいるのであればそれは、普通に鉄筋住宅であったりある程度資産運用としやすいものなんじゃないかなというふうに考えております。あ、わかりました。ありがとうございます。終了でございます。ほー、なかなかいい戦いじゃないですか。古田さん、ここまで見ていかがでしょうか。準決勝見応えすごいですね。聞き応えが、いや、まずね、岩本さんがすごいのは、はい、さっきね、僕は分譲派って仕切り直したんですよね、はいはい、ちゃんと自分に再度念押ししてそこから論理的に喋ろうとする、もう構えがすごいですよ。あとやっぱりね、黒沢君ももう余裕しゃくしゃくで、60年間の収支計算でどのくらい60年間定住する人いるんですかねっていうところからパッと切り返していくってところもちょっとお見事で、うん、ね、これはすごい、うん、結構噛み合ってますね。すごい面白い、うん、あちゃん、やっぱり相手の意見を取ってすぐにカウンターパンチを決める、そのカウンターパンチ避けてまたカウンターパンチ入れる、うん、これ見たかったやつですよね、うんうんうん、面白いね。ジョネさん、非常にいい試合でちゃんと噛み合ってますね、はい、お互いに自分の城を守りそして相手の城を攻めるとバランスよくやれてるんじゃないかなと思うので、はい、うん、まあ、これ普通のディベートの試合だとこのまま、まあ、このままね、エビデンス出し合ってみたいな感じなんですけど、自由討論でどう崩すかというところが、ね、このね、特別ルールの見どころなので、うん、自由討論に大変期待したいなと。ここからですね。それでは4分間の自由討論スタート。
僕的な意見としてはその資産形成になるっていう面が言ってるんですけど、まあ、もちろんお金っていう点もそうなんですけど、じゃあ例えばなんですけど、まあ、人間、まあ、ある程度少子化とは言われているものの、その、まあ、子供さんってある程度いらっしゃるじゃないですか。でそういう中でその例えばその資産という形でその土地を遺産として受け継ぐっていうふうに子供に残せる、その、まあ、もちろんその相続税ってあるんですけど、まあ、もちろんそのそういった面でその子供に資産を残しやすいっていう、その賃貸だと永遠にずっとお金が溶けていくだけですけど、そういった面ではどうお考えですかね。これに関しては、年数、つまりなんていうんですかね、経年劣化みたいなものがあると思ってて、今回って、分譲が、まあ、基本的にマンションだと想定してみたときに、じゃあ、マンションを購入しましたと、じゃあ子供の世代に残したいんで、50年間住み続けましたと、で資産として子供に移しましたと、築50年のマンションが資産としてどのくらいの価値があるんですかってところがちょっとよく分からなくて、結局基本的にはマンションとか、まあ、賃貸もそうなんですけど、あの建物って結構年数って大事じゃないですか。そうですね、新築だとかって結構あの重要 なんか選び方になってると思うし、結局築10年とか20年になっちゃったものが分譲側の言ってるあのようにあの資産になるのかっていうのは結構厳しいと思ってて、実際にあの本当にそうなんであれば不動産会社も多分みんなもなんかネットの記事も全部こぞって多分分譲購入しておきなさいと、でいざとなったら多分資産化しなさいみたいなこと多分言うはずなんですよ。でも実際は賃貸の人が多い、なんでかって言ったら多分公定価率論で言ったみたいにほとんどの人が多分定住もしないし、定住できてる人に関しても資産化、そしてあの資産化して売れるかって言ったら怪しいかなっていうところだと思います。はい、そこでちょっと質問なんですけど、先ほど言ったようにその田舎っていうのは今からどんどんその結構あれじゃないですか、過疎化地域って、はいはい、過疎化地域って全国の 50% くらいあるって言われてて、ね、郊外に住みたいって言っても結構むしろどっちかというと都市に流入してきてる人が多くて、実際東京も外に出てきた人と、中に入ってきた人だと中に入った人が多いっていう風にどんどん人っていうのは増えてきてますし、はい、ある程度古くても需要はあります。例えば一戸建ての方であればその一戸建て賃貸で、まあ、潰してもよしで、じゃあマンションの分譲もそうですし、まあ、50年ってなるとさすがにあれかもしれませんが、そうなる段階の前である程度その売却してまた別の、分譲を購入してっていう風にどんどんぐるぐるサイクルを回すことも可能ですし、ある程度その地価っていうのは基本的に需要がある限り上がり続けるので、そこに関しては資産価値は十分築けるんじゃないかなという風に思っています。すみません、地価の話についてもちょっと言おうと思ってたんですけど、地価が上がってるって話っていつの話ですかっていう話 で、すみません、人口の話についてもちょっと言いたいことがあって、多分ニュース見てたら分かると思います。東京都今人口減少してます。前年より減ったっていうのは結構ニュースになってると思います。つまり結局日本全体として人口も減っちゃってるし、土地としても住宅としてもあんまり必要価値がなくなっちゃっててるから、今こそ賃貸で細かに合わせた柔軟な選択っていうのをした方がいいと思いますって話です。はい、ありがとうございます。確かに人口ってのはある程度減少してるかもしれません。でも逆にだからこそ人口が減っているからこそ都市に終了でございます。ほー、なかなかがっぷり四つ。ラスト30秒の最終アピールになります。まず肯定派の30秒アピールです。お願いします。はい、始めていきます。結局資産として売れるみたいな話に関して、資産運用みたいな話に関しては多分成功してるのはごく一部の人たちだけですと。でただでさえなんかドーナツ化現象とか、まあ、そうじゃなかったとしても多分東京都の人口も減ってる、これからも価値としてそんなに長期的に見て上がるかというと多分厳しい。日本においてはそういう中で購入して引っ越す時に売ったら、ま、あの前より利益が出るみたいな話っていうのは結局税金とか手数料みたいな初期費用みたいな部分で分譲の方が勝ってるって観点から、少なくとも肯定側に、金銭面としては肯定側に投票理由があると思います。終わります。はい、ぴったりでございます。続いて否定派の30秒最終アピールです。どうぞ。はい、まず、肯定さん側先側に言ってるのに、その資産家としてそちら側に有利があると。でも僕は、意見としては逆で、むしろこちら側その分譲にこそ、有利な価値があるっていうのが思っていまして、その理由としましてはもちろんその人口っていうのは減少していますけど、最近流行りのインバウンドであったり海外からの流入っていうものであったり、つながらず東京っていうのは世界に見ても大都市として、指摘されていて、まあ、商業的なものか住むものか分かりませんが、日本国外からのその、ある程度の需要もあるので、そこはある程度資産価値としても成り足りるんじゃないかなというふうに考えています。終了でございます。ほー、お互い一歩も引かずという感じでございます。5名の審査員がどちらが説得力があったかをジャッジ、結果を待つ間加藤が高校生の本音に迫る。どうでした、山本君やってみて。いやー、僕肯定側でめっちゃ考えてたんで、否定側引いた時あやべえとは思ったんですけど。あ、そうだったんだ。はい、うん、いや一応自分の全力が出し切ったと思う。ね、出し切りましたよね。はい、広沢君どうでしたか、やってみて。俺もネガの方準備したんですよ。だから多分逆サイドだったらまたいい試合ができたのかなと思って、ちょっと悔しいなと思って。ただ結構噛み合った、多分まあ議論ができたと思ってるんで、うん、すごいその辺は嬉しいなって。楽しかったですか。はい、楽しかったです。あ、よかったです。吉野くんどうでした。まあすごいいい試合だったと思うんですけど、うん、なんか2人の価値観がちょっとだけちょっと個人的にはずれてるなっていうか、価値観というか、都会の捉え方を23区内
というだけに絞ってるこの慶応側と、うん、なんかもうちょっと広く見ようよみたいないうイメージの多分 N 校みたいな感じがあったんで、ちょっとそこの違いっていうのは気になりました。なので東京の23区だけじゃないってことだね、都会はね。これはすごい指摘ですね。すごいですよ。檜原村まで全部東京ですからね、うん、はい、そうですよね。そういう意味では、うん、どこに照準絞ってるかがちょっと噛み合ってないみたいな、うん、ここはちょっとすごい、ね、決して応援団じゃなくて審査員の意見みたいな感じになってますね、うん、そう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 。さあ、肯定派の慶応義塾なのか、もしくは否定派の N 校なのか、皆さん札を上げてください。どうぞ。